皆さんこんばんは。いや意外とね、あのベースの話は皆さんやっぱりまあご興味が面白いのかな。それでね、あの今日久しぶりにね日帰り温泉行ってきたんですよ。実は今日寒いじゃないですか。本当昨日も寒かったから行ったんですけど、ここから車でね15分くらいのところにあるこう海が見える日帰り温泉なんですけどね、昨日も夜車で行って着いたんですよ。15分くらいかけて、そしたら、ね、財布忘れちゃって引き返してきたんですよね。だから今日はリベンジってことで、今日は久しぶりに行ってきました。でまあ久しぶりにね、あのそして夜9時過ぎに行くと安いんですね。海水券出したら、あ9時過ぎはね800円なんで、あのレート料金ですから海水券使わない方がいいですよなんて言ってくれて、それでまあ、 あの海水券使わないでね、まあラスト1枚だったんですけど、で今日風呂にのんびり入ってたらね、そのベースの話でね、そうあのねホルトンってやつがいたんですよ。ホルトンってね白人なんですよね。で背が低いんですよ。150センチ台かな、ちっこいんですよね。でやっぱ彼はね背が低いことは結構コンプレックスだと思うんですけど、すっごいプライドが高いんですよ。で、ね、どうして彼と知り合ったか私もはっきり覚えてないんですけど、でもいいやつでね、で白人でもねいろいろあるんです。色が白いとかね、ちょっとほらあのインディアンの血が混じってるとか、クリントンがねインディアンの血が混じってるってのは結構有名な話なんですよね。あれ確かね、インディアンの血が混じってて、何つったっけな、チェロキーっつったかな、チェロキーだったかな、なんかまあインディアンの血が混じってるんです、クリントンってね。でちょっと白人してないでしょ彼は。彼なんてね元アメリカの大統領ですけどね。ホルトは真っ白なんですよ。何系のアメリカ人だったかな。でどうやって知り合ったかあんまり覚えてないんですけど、でもなんかすごい気があってね、よく飲んだりしてて、である時ね、ハーマーちょっとデートがしたいけど誰か女の子友達いないとかって言うから、まあ、たまたま私がよく飲みに行くねベースの近くじゃないあのバーがあった海辺のね、そこのなんかカウンターの中でいつもカクテル作ってる女の子に、まあ、その子は結構外人と付き合ってるっていうのを知ってたから、あの誰か友達とさ今度4人でダブルデートしようよなんつって、いいわよなんつって、それでね一緒にデートしたんですよね。2対2で、でもまあただね飯食って車で、私の車であの飯食ってねちょっとまあ1日遊んだだけで、で夜になったらね、まあ、女の子たちを送って、で私はそのホルトンをねベースのゲートの前まで車で送ってったんですよ。でベースのゲートの前止めて、じゃあホルトンバイバイねなんて言ったら、やつが車が降りないんですよ。どうしたのかなと思ったら、ハーマーあの家へ帰りたくないっていうか船に帰りたくないって言うんですよ。普通だったらね何言ってんだよお前帰れよって言うんですけど、なんかその言い方がすごくね深刻そうな顔して言ってたんでね、まあしゃあねえなと思って、じゃあいいよ今晩俺のとこ泊まるかよなんつって、あのねでまあ私のね部屋まで連れてって、でその辺じゃあ俺のパジャマ貸してるからそれ着ななんつって、でもその時はね確かねその日はね、まあ、当時のことだから、まあ、あれなんですけどね結構、まあ、部屋帰っても飲んだのかな。でまあ私は風呂で寝ちゃったんですよね。風呂で寝ちゃったんですよ。でね、そしたらね夜中の何時くらいか忘れましたけど、そのホルトンがねバスタブの横でねこうやってね、ハンマーああいうオーライとかってああいうオーケーとか言ってるんですよ。私もこんなねバスタブの横で死んでたんでね、もう私もねすっぽんぽんですよね。ホルトンはそういう気は全くないみたいでね、でもなんか変でしたね。私のパジャマね、まあ普通 L サイズでしょ。私大きいのが好きなんで L とか LL 着るんですけど、ゆったりしたのが好きなんで、ダブダブのね、ダボダボのパジャマ着てね、やつは背が低いから。で、バスタブの横でこうしゃがんでね、ハーマー、
Are you okay? とかって言ってるんですよね。まあそんな話でしたけどね。でもいいやつでしたよ、やつは。だからね、アメリカ人とか行ったって結局は一緒なんですよね。兵隊やるっていうことはそれなりに何かね、家庭的とかいろんな背景があってやってて、でやつはもうだから白人でもすごい色が白い真っ白な白人でしたよね。髪の毛も確か彼はブロンドでしたよね。あいつ今何やってんのかな。なんかね、いろいろね、まあ今日ふとね、そいつのことを、まあマックが不良外人だとすると、まあやつは真面目な外人でね、といろんな外人いますよ。船の中でね、小説書いてる外人で、俺は小説家になるんだとかね、本当にいろんなやつがいますよ。変な外人もいればね、いいやつも。まあその時デートした女の子2人はね、まあ後になって思えば、昨日行ったブラセンなんですよね。ブラザーが好きなんで、まあ、白人紹介してもダメですよね。まあ、そんな話でした。ちょっとね、今日は風呂入ってたらね、ホルトンのこと思い出したんでね。やつはね、あの後どうしたのかな。やつはあのまま軍人続けてるのかな。でもやつも最後の方はなんか俺は、軍人辞めてショアパトロールって言うんですけどね、SP ってよく皆さんね、セキュリティポリスって言うでやるじゃん、ショアパトロールって言ってね、まあ、ベースのね、まあ、あと警官とも違うんだけど、まあ、ショアパトロールっていう SP っていうのはね、ショアパトロールになるって言ってたら、ひょっとしたら兵隊辞めてるかもしれないね。まあ、そんな話でした。まあ、この辺でね、ちょっとベースの話はね、一旦打ち切りましょうかね。皆さんも飽きてくるでしょうから。じゃあ、そういうわけで。Ciao.